初回一死一、二塁から大山に先制スリーランを浴びると、西、あとはナバーロ、糸原に連続ソロ被弾でいきなりの5失点。2回13で6安打7失点 KO。 先発ローテ入りを狙っていた右腕にとっては苦い結果となった。